皆さんこんばんは、鶴瓶です。今回はですね、ギルドに関係するお話をしていきたいと思います。まあ、その前にですね、一覧の中に気になる内容のものがあったので、まあそういうのが近々あるものと思って、まあ聞いててもらいたいんですけれども、今一番上に表示されていますが、公式生放送11月19日の金曜日20時からの2時間の間、生放送が、行われるみたいです。興味がある方は、ね、見に行ってみましょうね。私もその日は仕事ですけれども、まあ日勤の方なので、まあその仕事後に疲れが取れて、疲れがまあ取れ出した頃見に行ってみようと思います。生放送失礼します。生放送についてはその時間内でなくとも、まあその時間を過ぎてからまた再放送の分を見ることができるのでですね、まあ、翌日だったり翌々日だったり、まあ、それは好きに選ぶこともできます。まあ生放送には毎回あるんですけれども、まあ公式特典ということでですね、動画の最後にあのアドレス先が表示されて、そちらで報酬をまあね受け取ることができるので、そういうのもまあ受け取っておくといいかと思います。で今回は、まあ、ギルドに関係するお話ということを、まあ、最初にお伝えしましたように、そちらの方、まあ、紹介していきたいと思います。まあ、まず一番上にある、まあ、旗になりますけれども、これが今私の所属しているギルドです。まあ私が自分でギルドを構えるときは必ずと言っていいほどこの名前をつけるんですけれども、まあ、ガジュマルの木というねギルドです。まあ過去に2回作っていてですね、一番まあ頑張ってあげられたのが、まあ、B ランクの半ば、階層で言ったら83回とか4回になるところでしたかね。うん、平均的に見てそのあたりのところまでですね、まあ当時そういうギルドの人たちと集って、まあ、作ったことがありました。うん、まあ今回のようにまた一から作り直すのようになったということもあるんですけれども、まあね、一から作り直すメリットとして、まあこのように、まあ、動画として紹介しやすいかなというのも あるのでですね、あまり高くならないうちに紹介しようと思ってですね、今回上げさせてもらいました。ギルド名の横にある E というのがあると思うんですけれど、これはギルドのランクになります。一番最初の状態で F です。 FEBCBA、 そしてその上に S があって SSSSS とあり、そしてまあ一番上になるのが LS ギルド。 LS ギルドから上はありません。もうそこから上は等の階層を高くしていって、ね、タワーボーナスをね、少しでも大きそのタワーボーナスの恩恵を受けられるようにするというのが狙いになってきます。でレベルですね、ギルドレベルです。今16になってますけれども、これが20になるとランクが1つ上がって D ランクになります。まあ、このレベルに応じてまあランクも上がっていくという流れを押さえておきましょうね。そしてまあその下に5本の塔がありますけれども、ね、赤、青、緑、黄色、紫とあります。でこの画面で以前でしたら妖精さんを投資したり、そのタワマル遊びに行ったりとか、まあそういったことができたんですけれども、まあ妖精さんは廃止されてタワマルチもなくなってしまいました。まあ、その代わりに、まあ、妖精さんがなくなった代わりに今はまあ TP と呼ばれるタワーポイントというものを直接その投資することになります。まあ、そうすることでその妖精さん
で以前だったら最大持ち数の99個っていうのがまあ上限になっていたんですけれども、その上限に関係なくポイントを貯めることができるという大きなメリットがあります。あとバトルで BP というのもあったんですよね。それも廃止されます。もう BP ではなく直接 TP をいただいて、こちらの画面で塔に、塔を高くする、建設費として、投資できるようになったので、もう 一律して TP に、一律して TP で操作をすることになります。妖精さんとバトルポイントがなくなって一律して TP になったというところを押さえておきましょうね。そしてこの TP についてなんですけれども、今360と表示されています。で上ちょっと上を見てみると、ちょっと上を見てみるとあと 5110TP ってありますね。つまりこの 5110TP をこちらの塔に振り分けることで21階だったのが22階になると、一つ塔の高さが上がるということですね。今回はちょっと上げられることができないですけれども、ちょうど紫が20階なので平均的に見て同じ高さにできるようにこちらに振り込みますけどね。今所持 TP であって、これを横スライドさせてやったら、このように上限までいきます。直接上限までやりたいときは少し下にあるフロア建設までのマックス入力、これをタップしてやっても360になります。でこの建設を選ぶと上の数字が少し減って795で、次の階層になりますよということになります。そしてタワーごとにそうなんですけれども、タワーボーナスというのがあります。塔を1段階高くするとその色に該当するカードのステータスというのがですね、ボーナス的なもので、追加される、加算されるものと思ったらいいですね。今 10% 分紫が種属性のカードについては能力が上がるようになっています。でこれは1階層高くなるごとに 0.5% ずつ加算されていく仕組みになっています。実際に私は100階まで上げたことがないので噂ぐらいでしか知り得ないんですけれども、100階以降になるとこの 0.5% 加算されていたのが 0.4% に若干落ちるらしいんですね。それでも加算するということで、所属する上では塔が高い方がこういうタワーボーナスも高くて有利だなというところですね。私のところはまだまだ作りたてなのでこれから頑張っていこうと思います。ここまでは大まかなギルドの形ということで、最初に知っておくべきことかなということでですね、話を進めていきます。一旦ここで動画を切りますね。一応動画の内容にしてもグループ分けするようにしていきたいのでですね、あまり長いとちょっと間の話が残らなかったりすると思うので、それでは失礼します。